歌舞伎舞踊は以下の総称である。歌舞伎演目の中に含まれる劇中舞踊。もしくは、それが独立したもの。歌舞伎演目のうち舞踊的な要素の特に強い作品。独立の舞踊演目として行われるもののうち、その初演が歌舞伎役者によるものであったり、源流が歌舞伎にあるなど、歌舞伎と縁の深いもの。現在、歌舞伎舞踊を演ずるのは歌舞伎役者と、 日本舞踊家である。芸能としての歌舞伎舞踊は1955年に重要無形文化財に指定されており、その保持者として認定されたものは人間国宝と通称される。概ね平面的で様式美を強調する。娘役を例にとると、洗顔の後、瓶付け油を顔全体にすり込む。眉を固い瓶付け油で塗りつぶす。胸、首。 襟足にねりを白いを塗り、スポンジで伸ばす、顔にねりを白いを塗り、スポンジで伸ばす、赤で、ノーズシャドウ、アイシャドウ、頬くれないを刺す、目尻に紅を刺す、黒のアイライナーを太く入れる、眉を、まず赤で、続けて、黒で描く、真っ赤な口紅を、輪郭をはっきり描く、という具合。他の役柄も、基本は同じ。元来、農学を手本に創作されたものなので、 能楽の序派、級の三部形式を基本としている。序にあたる、奥は、序曲のようなもので、舞台は、無人で歌を聴かせる。続く、ででは、舞踊の主人公が登場し、人物紹介となる。また、花道での道行きになることもある。続く、派にあたる、くどきや、語り、物語を経て、鳴り物が入る、賑やかな、踊り地、または、太鼓地は、 主題定時部から展開部にあたる。そして、球は、チラシ、または、ン切れと呼ばれる集結部である。ここでは、舞台上の見えや花道の引っ込みとなる。四部構成に分けるやり方もあり、木が、おきと、で、生が、口どき、天が、踊り地、鉄が、チラシとする。ありがとうございます。